外野席のプールチェースフィールドは、アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックスにある野球場。メジャーリーグベースボールのナショナルリーグ西地区に所属する、アリゾナダイヤモンドバックスの本拠地球場である。1998年の開場時は、命名権を獲得したアメリカ国内の中堅銀行のバンクアンにちなみ、バンクアンボールパークと名付けられ、地元ファンからは BO、BOB などと呼ばれ、親しまれた。 2005年、バンクワンが世界的に名を馳せる大手の JP モルガンチェイス銀行と合併されると、球場の命名権も同銀行が継承2005年シーズン途中でチェイスフィールドに解消された。なお、建設資金のうちフェニックス支出分については、フェニックス市が消費税を2%上げることで捻出した。世界3番目かつアメリカ合衆国初となる。 開閉式、屋根付き野球場。ドーム球場ながら、天然芝を採用した。試合中は原則として、屋根を閉じた状態にし、試合の開始前、終了後は、芝生の育成のために屋根を開放していたが、2019年シーズンより、フィールドを天然芝から人工芝に変更した。クアーズフィールドに次いで高所にあり、打者有利の球場として知られる。 乾燥している気候のため打球がよく飛び、フィールドの広さに反して、本塁打が出やすい。さらに構造上、ライト方向に、風が吹いて打球が伸びる傾向にある。外野フェンスが複雑な形状であることも、相まって、MLB39 弾の本拠地としては最も3、塁打が出やすい。この球場だけの特徴として、宇宙間の外野席にプールがあることが有名で、試合がある日は、 グループ単位の貸し切りで運営されている。高い料金にもかかわらず、予約が後を絶たない。シーズンが始まる前から、すべての枠が満たされ、翌シーズン目当ての戦略金を受けるほど、本類からおよそ415フィート離れている。1998年5月12日、カブスのマーク・グレースが、プールショット第1号を放った。 屋根の移動にかかる時間は4分程度で、それにかかる電気代は2ドルである。この球場では、ポストシーズンが計21試合開催されている。2001年には、ダイヤモンドバックスがワールドシリーズに進出し、当球場での最終第7戦に逆転、サヨナラ勝利して、初の優勝を果たした。国際大会のワールドベースボールクラシックでは、2006年の 1> 第1回大会と2013年の第3回大会において、東球場で1次ラウンドの一部の試合が開催された。玉木正幸、スポーツ解体新書、朝日新聞社朝日文庫、153ページ、2007、MLB39 弾戦士名館球場ガイド82ページ、ISBN9 兆7845億8361万4540。 フェニックス・トゥホスト 2019WWE ロイヤル・ランブル・ウィークエンドありがとうございます。